第6節「食事療法によるがん治癒」の実例マクロビオティックの食事療法によるがん治癒については有名な実例がありますアメリカの医師であるアンソニー・サティラロ博士の前立腺がんの治癒例ですこの経過については彼の著書「がんある完全治癒」の記録「リカレド・バイ・ライフ」に詳しく述べられています以下、 原文は長いので要約ししてみましたアンソニー・サティラロ氏以下、軽症略 Y 氏で、1977年12月より、アメリカ合衆国ペンシルベニア州のフィラデルフィア・メソジスト病院院長の地位にありました。彼は、院長に就任する前は、麻酔科部長を務めていました。その麻酔科部長であった1976年初めより、時々、 背中に鈍痛があり、その度に鎮痛剤を飲んで対処していました。その頃、自分の体に、老化の兆候が目立ってきたことを自覚していたサティラロは、自転車で通勤していました。この時、サティラロは47歳で独身でした。1978年5月23日朝、自転車で病院に出勤する途中に、 飛び出してきた男を避けようとして転倒したサティラロは背中と右こうに強い痛みを感じましたなんとか病院に着いたサティラロは翌週に内科を受診する予約を取りその日は鎮痛剤で痛みを取って勤務しました5月30日内科の診察を受けた結果胸部のレントゲン写真で左胸に異常な陰影があることが判明し すぐに骨シンチグラムという放射性同位元素ラジオアイソトープを使った画像診断の検査を行いました骨シンチグラムは骨にがんの転移があればかなりの確率で診断できる検査法ですこの結果頭蓋骨左肋骨右肩甲骨胸骨脊椎にがんの転移病相がある可能性が高いと診断されました 1978年6月、サティラロは全身麻酔で右抗がん的手術と鼠径部、この付け根リンパ部施設所、さらに前立腺生検、前立腺に針を刺して組織を採取し、細胞検査を行う手術を行いました。この結果、前立腺がんであると診断されました。抗がんは異常はありませんでした。さらに後日 転移の疑いがある右第六肋骨を一部切除する手術を全身麻酔で行いました。この結果、前立腺がんの転移は骨にも及んいたことが証明されました。結局、全身の骨転移を伴う第4期の前立腺がんと確定診断されたのです。第4期とは末期とほぼ同じ意味です。この結果、治療法としては、 全身に転移が及んでいるため積極的な前立腺の摘出手術は言っても意味がなく前立腺がんを抑制する効果のある女性ホルモン剤エストロゲンの投与と前立腺がんを悪化させる男性ホルモンを出す抗がんを切除することになり最後に残った左抗がんを摘出する手術を行いました結局6月に3回の手術を受けたのです 同僚の主治医シェルドンからは、サティラロの前立腺がんに対するホルモン療法の5年生存率は、せいぜい15から20%程度と宣告されました。サティラロは、同僚の主治医のシェルドンに、あと、何年生きることができるだろうかシェルドン。と問いかけました。シェルドンは、何年かは大丈夫だ。けど、それ以上は、聞かないでくれ。 それ以上は誰にもわからない。医者が患者にあと何年なんて言えるものじゃないよ。死亡率だの生存率だなど有益学上医学の統計学のデータについてならいくらでも喋れるが個人の余命ということになったらもうお手上げさ。サティラロは自ら判断して3年の余命であろうと判断しました。事実。 同僚の医師たちもそのように予測していたのです手術を行うことも患者に絶望的な予後を告知することにしてもサティラロにとってはいつも言っていることでしたしかし今度は自分が患者の立場となってしまったのですサティラロはエストロゲンのホルモン療法と抗がん摘出手術による男性ホルモン消失効果に望みをつなぎ一方で 2から3年のうちには前立腺がんを完全治癒に導く新治療法が開発されるのではないかと淡い期待を抱きましたまた人生を顧みて自分には今まで親しい友人がいなかったことを後悔しましたそれは自分の過剰な出世願望から来る上昇思考的性格で他人を信用しない傾向があったからだろうと考えましたサティラロは がんの痛みを鎮痛剤で抑えながら耐えましたが、時々、心が極端にうつ状態に陥ることは避けられませんでした。そして、キューブラー・ロスの死ぬ瞬間、カール・サイモントンのがんのセルフコントロールや、さらに宗教書を読み漁りましたが、気休め程度にしかならず、苦痛の克服にはなりませんでした。その年の7月が過ぎ、8月になっても、 抗がん摘出手術やホルモン剤の効果は全く認められず背中の痛みは一向に改善しませんでした8月6日にサティラロは米国一の前立腺がんの権威といわれる医師に直接電話して最新の治療情報について問い合わせたのですが結論は積極的に推奨できるような治療法はなくがって何らかの劇的な大発見でもなければ サティラロの予後の見通しは暗く死は差し迫っている状態であるとのことでしたさらにサティラロを不幸が襲いました肺がんの末期で入院治療していた父親が8月7日に亡くなったのです8月8日の午前中に父の葬儀を済ませたサティラロは午後は病院の仕事に向かうため葬儀場から病院に向かって自家用車を走らせていました この時偶然に途中で二人の若い男性のヒッチハイカーを車に乗せてフィラデルフィアまで送ることになりました。このことが彼の運命を変えるきっかけになりました。二人はマクリーンとボブラッシャーと言いました。二人は25歳で料理学校を卒業したばかりでサティラロと学校で教わったの料理の話をしました。彼らの話はサティラロには 興味のない話ばかりでしたが、たまたま、話が、サティラロのことになったので、自分は医者で、癌で死んだ父親の葬儀を済ませたばかりだと話しました。私自身も、癌で死にそうなんだと、ついサティラロは心ならずも言ってしまいました。ついでに、病状と現在の治療法を、やや詳しく説明したのです。サティラロが話している間、マクリーンは、 一言も口を聞きませんでした。しかし、サティラロの話が終わると、マクリーンは、有無を言わせずという口調で、こう言ったのです。いいですか、サティラロ先生。死ぬことは、ありません。がんは決して富士の病なんかじゃないです。サティラロは宇宙人でも見るかのような目で、マクリーンを見て、25歳の若造のコックに、何がわかるのだと思いました。 そして、その言葉に対して反論したのです。マクリーン君、がんは、非常に難しい病気なんだよ。毎年、40万人ものアメリカ人が、がんで亡くなっているんだ。西欧社会で、2位の死亡原因ががんなんだ。がんが簡単に治るはずがない。これは真面目な話だよ。しかし、マクリーンは、たじろぐ様子もなく、こう答えました。 そんなことはよくわかっています。がんは間違った食生活から来る当然の報いなんだ赤身の肉とか乳製品卵砂糖や白い小麦粉みたいな生成食品それに化学保存量がたくさん入った食べ物を食べているとがんになるんですよ心臓麻痺で先に死ななければの話ですけどがんの原因は食事にあるんです でも、食事を、完全穀類とか、野菜なんかに変えれば、がんだって克服できます。そうやって治した人は、たくさんいる。あなただって治せますよ。サティラロは、マクリーンの話を、新手の詐欺療法の宣伝だろうと思って聞き流しました。20年間、臨床医として勤務する間に、この手のインチキ療法の話を聞くことには慣れていたのです。 サティラロはマクリーンに対して今までインチキ療法の話を聞いてきた時のように尊大な無関心さを持って対処して話題を変えようとしましたしかしマクリーンはその話にこだわりサティラロの癌の病状について知りたがり根掘、ね、り葉掘り病状を聞きましたついでいかにマクリーンの進める食事療法が有効かを宣伝しました マクリーンはいいアドバイスができる人がいると言ってサティラロを自然食品の店に連れて行きました。しかしお目当ての人は留守だったのでマクリーンはサティラロの住所を聞いて別れたのです。